真ん中のように、サイバーフィジカルシステムとか、インターネット・オブ・ディングスとか、インターネットというものが、まあ、今や当たり前になってきて、こういう形で世界が進んでいくということになっておりますが、結局ですね、末端のこういう機器であるとか、ネットワークの機器であるとか、サーバーであるとか、クラウドであるとか、ネットワークそのものと、全部、実は物理的なものが背景にございます。で、したがって、ソフトウェアだけじゃないよ、ハードウェアもしっかり考えてセキュリティをやっていきましょうというのは、当然のことでございます。私どものユニットでですね、馬場先生のところは、先端のライダー、データ等の非常に優れたものを作っておられまして、例えばこのデータ収集の部分にダイレクトに関係いたします。パワーユニット、それ以外にたくさんございますが、ポスターをご覧ください。それから、それから吉川ユニットはですね、超省エネ、処理で、まあ、ある種のスーパーコンピューター、量子コンピューター的な、超省エネでですね、クラウドの、エネルギー問題を抜本的に解決しようというような壮大な計画を持っていらっしゃるんですけれども、まあ、そういった部分ですね、あるいは小坂先生のところはですね、今後ですね、こういうすごい、暗号解読能力等が出てきた場合でも、耐えられる量子暗号の、先進的な研究をなさっておられます。で、こういった形ですね、さまざまなセキュリティ課題がございます。私どもの、情報物理セキュリティ研究ユニットの全部の課題を挙げ出して、抜けているところを解決していこうという構想を持っておりますが、まあ、このような形でユニットを構成しております。クラスター内の連携について、最後に、少しご紹介いたします。先ほども申し上げましたけれども、まあこの2つ世界があるわけなんですけれども、実はこの対応関係が意外とナイーブな楽観論に基づいてなされていることが多いんです。そこで私どもですね、計測セキュリティという新しい分野を、考えております。それからもう一つ研究クラスターの連携のもう一つといたしましては、これクリプトレックと言っておるんですけれども、我が国の、暗号技術の強化、プロジェクトでございまして、総務省と経産省が共同で、これを進めております。で、私が現在座長を務めておりまして、例えば、量子コンピューターまではまだできてないんですけれども、最新のスーパーコンピューターのトップ1とトップ500がこのような形で解読能力が伸びていきますと言います。量子コンピューターに対してどう対応するかと、あるいは量子暗号なども最近、学びたいと向かってきているところでございまして、このような形で、連携を考えております。